おはようございます。今日は辻仁成さんの人生の10ヶ条という話です。これは辻仁成さんというのは、作家であり、それから歌手、それから映画監督、いろんなマルチの才能を持った方ですね。で、今フランスに息子さんと2人で住んでます。で、この辻さんはですね、運がいい人というのは、楽観的な人である。楽観的な人というのはですね、最初から、いい運だけを見ている。悪い運がもちろんあるわけですけれども、悪い運は見ないでですね、いい運だけを見ている そういう人が楽観的な人で、大丈夫、絶対なんとかなるよというですね、根拠のない自信を持っている。で、もう一つはですね、運は自ら引き寄せるものだと。いわゆる他人頼りではない、自分頼りなんですね。自らの力で切り開くという考え方を持っているんだよ。そして、幸せの基本10か条というのを、書いてあります。で、この中にはですね、10か条がかなりいっぱい、いろんな10か条があるわけですけれども、その中の、幸せの基本10か条、その1、自分を不幸と思うべからず。その2、不幸は近寄る。不平不満を言ってると不幸が近寄ってくるよ。その3、幸せな人たちに紛れ込むべし。幸せな人たちと一緒にいれば幸せになるよ。不幸な人たちと一緒にいつもいればですね、不幸になるよ。その4、小さな幸せをかき集めるべし。ほんの小さな、大きな幸せとかそうじゃなくてですね、道を歩いていて小さな花があったら幸せだな、そういうふうに思うべし。その5、一人きりを避け、自己否定の禁止。一人きりになっちゃうとですね、どうしてもですね、そういうふうに、鬱っぽくなりやすい。それから楽しいことを計画するし、いろんなですね、面白いこと、楽しいことを常に驚かすことですね、そういうことを常に計画していく、人を喜ばせること、もうそういうことですね。それからその7、暗い歌を口ずさんではいけない。演歌は特にそうですけれども、軽いのもちょっと歌う。それから明るい未来のイメージです。過去のことにこだわってはいけない。明るいことをいつも未来を考えていよう。そして不幸になれてはいけない。不幸になれてはなんですね。それから不幸そうなものが近寄ってきたら笑顔バリア発動。いつも笑顔でいなさいという話です。運のいい人は事故にあっても病気になってもこの程度で済んでよかったなというふうに思う。じゃあ今日はこれで終わります。